皆さんこんにちは。はい、こんにちは。11月3日日曜日お昼12時10分を回りました。南部アワーのお時間、お相手の玉城ミーカーと、はい、しんちゃん津波しんいちでございますよ。お願いいたします、うん、お願いします。11月入ったね。だからさ、10月入ったのもあっという間だったし、なんか改変の話もしてなかったし、うん、俺たちなんか時代に慣れすぎてるのか、うん、大丈夫、大丈夫、ありがとう。改変の話したじゃないですか。したか。改変乗り切りましたよってちょこっとだけ。その前心配もしてなかったもんなねえ、まあね、水の中に入って空気のありがたさが分かるみたいなな違いますよ、違います。本当ありがたい限りでございます。いつもありがとうございます。俺たちいつもひざまずきして撮ってるもんな膝まずき、正座、正座、絵文掛けズックもうデージおじさん なんだっけ、アルミホイルはなんて言うんだっけ、銀紙、銀紙そうだよ、俺言ってしまって笑われたことあるよ。あの結婚式のお花、銀紙今スタッフが持ってきてます行った瞬間、そのなんていうの、もう反省会銀紙、おばさんと合わせる、だ銀紙金紙ってないんだよ な, でもな、出てきますよね。私もよく娘にこれ食べてみそって言っちゃうわけ、うん、なんか昔のあれで、あ、そう、やってみそ食べてみそ、やってみそ食べてみそってあるじゃないですか。あれもう十字路とか引いてるよ、わかんない、わからんよね、使わない、その流行ったやつでしょ。そうだから、それを娘が面白がって、うん、もうエモいエモいって言ってエモいっていうよりちょっとバカにされてるのも入ってるよね多分な。でも学校でよく使うみたいなんですよ、なんとかしてみそって言ったらみんなが何それ、何それちょっとザーザーして、うん、クラスメートも何々してみそっていうようになったって言ってて、で美香さんちょっと聞きたいんですけど、はいはい、どっこい小一とか言わんよな。言わないけど、言わないけど、分かりますよ。だね、うん、俺それ言ってた人何のことか分からんかったの。横井翔一さんとかっていう方が来たわけでしょ。はいはいはい。何を 1.5 リットルとか使ったことある？これ多分俺が作っ、ないはず、俺が作ったから。あったらいつもあんまり広がってるんだ、うん、なんかの時に何を 1.5 リットルって言ってから受けたから。うん、しばらく使ってたけど途中からもうこの瓶がなくなった。イトマンに来てないです、ね、来てないですね。すいません、サシキの近辺でサシキ中の周りで終わりってました鬼っていう言葉をいつも話したオッディの鬼先輩が作ったって言い張るわけさ。鬼って、うん、なんかサッカーの昔試合の時にもうすごい何ても見れるやつがいて、すごいいいプレーをする人に、いいプレーする人がいて、あっしゃ鬼って言ってこれから広まったっていうのは彼は唱えてるわけよ、うん、そんなことないよな。ない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 、ないよな、ないないない、ね、うん、今若いもの、若いものっていうさ、若い人たちに、うん、銀紙って使う人たちに、そうですよ、うん、ですよ、よく使うワード何、うん、って聞いたら、うん、何々界隈っていうのを使うらしいんですよ。へえ、うんうん、何々界隈、例えば、なんだろう、シャンプー界隈ではとか何て言うんだろう、何て言えばいいの、何々界隈 は, ーー界隈では、まあ、うん、あのこのジャンルの人たちみたいな、あ、美容師界隈ではとかとか、そうそうそう、そんな感じですよ。おだから、うん、でも使うよね普通界隈、会話 使わないんじゃないですか。あのニュースとかなんとかにならないと使わないけど、普段の言葉では使わないよね、うん、いや、だからこれを私たちは使わないけど、うんうん、この若者たちは何々界隈って使うんですよ。ウーロン茶界隈ではとか、なんて言えばいいの、例えが下手だな、もうとってもこれ、まあ、そこら辺の野球関係者界隈ではみたいな、2回同じこと言ってるみたいなこと、うん、後ろにバックみたいな、この Z 世代が使うんですよ、うん、で、まあ、特定の場所を指す意味と業界とかある分野にこう指す2通りの意味があるんですけど、あるよね、くも字界隈では今なんとかですとか言うもんな。そ う, そ, うそうなんですよ、うん、で若者たちが使うこの Z 世代が使う何々界隈は自然界隈。どういうこと？自然界隈は、まあ、例えば、うん、山とか川とか自然スポットを好んで出かける人のことを自然界隈。もう日本語おかしくなるなもう全部だ、もう山行きたいのに川行く人でも自然界隈にまとめられるんだね、うん、そうです、そうです、アウトドアっていうことでしょ結局。そう、うん、私たちは ね, ね、そうすると通じるんですけどね、うん、あとはオタク界隈、ゲーム界隈とか、うん、あとは、フロキャン界隈。フロキャン界隈もうこのフロキャン自体が若者言葉なんですけど、フロでキャンプ、違う、フロでキャンプで、うん、フロキャンセル。なんでフロキャンセルって、お風呂入らない人。はぁはぁ、ヒンガーってことヒンガー界隈ってこと中3日とかいるさ、あのアロケのリスナーとか、いや中3日中2日みたいないや野球みたいに言うなみたいなフロキャン界隈、フロキャン界隈、うんうん、からもう始めようか、ラジオ界隈始めようか、面白いよ ね, 白いよね。じゃあナンバーワー界隈、はい、スタートします。皆さんどうぞお付き合いいただきましょうね、界隈、はい、
ナンバー、この放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、美味しくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りします。南部アワーラジオ沖縄がお送りしています、はいはい、さあそれでは最初のコーナー、うん、美味しい話題をご紹介する給食係参りましょう、はい、あそこのあの食堂のこのメニューが最高に美味しいよなどなど、皆さんが食べて最近ね、あこれ絶対紹介したいというものをレポート送ってください、うん、はい、画像もお待ちしております。いいよ。ではトップバッターこちら行きましょう、うん、イトマンスティングの一寿司さんいただきました。あ、以前いらしてたんですよね、はい、はい。しんちゃんみーかさんこんにちは。どうも。早速私の夢だったみーカフェココチさんでのランチを給食係に投稿するのを現実化させていただきたいと思います。すごいね、ありがたい、はい、当日旦那さんに有無を言わせず色違いのみーかしましょうねの T シャツを着てドキドキしながらお店へみーかさんのいらっしゃいま、あーの声に私のテンションは爆上がりしてしまいました。待ってる間にミーカーさんが後ろのお客様にお野菜の説明を されてるのを聞き、あーラジオのミーカーさんの声だとニヤニヤが止まらなくなりました。お目当てのイトマン贅沢プレートは彩り鮮やかでとても美味しくいただきました。オクラなのにこんな感じで食べられるんだ、こんな味付け初めて、こんな野菜見たことないとたくさんの発見もありました。旦那さんと私たちにとって沖縄は第二のふるさとなのに10年も来なくて何をしていたんだろうねと反省しております。うん、また遊びに来るのを楽しみにしていますというイトマンスティングの一寿司さんからです。あ、いいですね。そう、ミーカしましょうねの T シャツを着て来てくれたんですよ、はい、ありがとうございます。すごいですね。そうなんですよ、スティングじゃないですか本当に、うん、イトマンスティングの一寿司さんが現れた瞬間もう私のネーネーが後ろで、うん、T シャツ着てる人がいるって言ってそれもね、あの外国の方が着てるのが面白いね。意味がわからんけど着せられてるみたいな感じ。そうなんですよ。で実はね、ちょっと旦那さんが、うん、ほら気圧の関係とかで、うん、耳の調子があんまり良くないって言ってて、はは慌ててこの後また病院耳鼻科受診するって言って、ね、なんかバタバタしてましたけれども、ね、ただちょっと沖縄滞在中いろいろ楽しんだようです。後でまたメッセージも実はあるんですよ、ご紹介しますね。さあ続いて大阪のロッテファンさん来てます。しんちゃん、みかねね、ゆうきり、十次郎さん、ほかまさん、石峰さん、日賀さん、たやが日賀さん石峰なんだよね、うん、すいませんね、はい、日賀さんは誰かな、前山いっぱいいるからね、うん、いつも仲良しの放送ありがとうございます。大阪のてっぺんに住んでます、ロッテの応援の合間を縫って北海道の札幌に旅行に行ってきました、はい、旅行中はどうしてもジンギスカンを外せないと考えたので、ジンギスカン屋さんをスマホで調べ、うん、札幌の繁華街すすきのに出かけました、うん、スマホで評判の良かった店は大行列ができていたので諦め、近くにあった黒つろ亭に決めました。この店は薄暗い階段を地下に降りたところにあり、うん、店の中は昔のスナックのような感じでした。最初は大丈夫か、失敗したかと思ったんですが従業員さんの対応やジンギスカンの味は最高でした。店や、人は見かけで判断してはいけないの典型でした。ジンギスカンの写真を添付しますということで、おーね、羊ね、あのジンギスカンのさ焼く鉄板のこのプレートみたいなのがこうなってるじゃないですか、うん、山みたいになっててね、油が落ちるようにみたいな、ね、そうそうそう、うんうん、で真ん中に野菜をこんもりと持って、うんうん、ねいただくんですよね。うまそうだね。北海道のやつはなんかこの系野菜ちゃんちゃん焼きとかね、はい、鮭になったりとか味噌味とか美味しいですよね。美味しいですね。札幌ビール園みたいなところで行きました。いやなんか、うん、そういいなんかツアーのあれで上先生とのそうそうそう昔ね、あすごかった。私も北海道におばちゃんがいるので、うんうんうん、そこの、札幌ビール園に行って、はいはい、もうジンギスカンと、そうです、もう最高に初めて食べた時のあのジンギスカンの美味しさ、あの雰囲気もさ、はい、もう本当に絶対俺痛風新一になるわけさ絶対なったことないけどこれなったことないのしんちゃん。なったことないですよ。意外とこんな体型ですけど、僕あの養蚕地も 6.1 とかで、もう水沼も産地直送すぐ大丈夫。あ、じゃあ意識して水分取ってます。そうそう、尿意どん、あーなるほど、そうなんです。うち、うちの夫に聞かせましょうね。じゃあいやだから本当ね水に流して本当に本当に、毎日尿意どんだよ本当に。そうなんだ。だからお酒飲んで一度行き出したら結構行き出す。あなんか、うん、なるほど。なんかね合図が来るらしいよ、そろそろですよでしょうね。そろそろあなた痛くなりますよってピリピリするらしいですよ。チクチクってくるってね、うん、なんかういういみたいなね、うんうん、ってな、あんた大丈夫って言った時にでも時すでに遅しなのやっぱり。そうそう、もうちょっとしたらもうやばいやばいやばいってなりますから、本当気をつけましょうね。美味しいもん食べるとそうなんだよね、はい。
もう本当にごめんなさい、はいはい、誰に謝ってるいや私しょっちゅう言われるんですよ。どうする旦那が、旦那のあんた野菜ソムリエでしょ、旦那の野菜の管理どうしてんのって言われしょっちゅう言われるんです。また野菜って言うんですか、じゃあ続いて帰ってきたシャバドゥンさんです。しんちゃんみーかゆうきで皆さんお疲れ様です。帰ってきたシャバドゥンです。早速ですがシャバドゥンの手びちターチミーチ第62回目のお店は那覇市のお店昭和屋です。笑うに和むにやって書いて昭和屋、うん、はい、今日もたくさんのメニューの中から手びちそばをチョイス、うん、今回大きめな手びちが一足で甘めでしっかりとした味付けプルプル食感でした。ミカ目の前に座った嫁さんがヌーソーがじらーしてるのを気にせず久々に箸上げをしてみましたが、うん、どんなんですかということで、あ、奥さんが見守る中箸上げをチャレンジしてくれたわけですね。あ、まあ、あ上手じゃない、うん、肉もちゃんとかまぼこ持ってますしね、うん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 、まあ、強いて言えば麺がちゃんと前に来ないとダメって話、うりうり厳しいよ、あの後ろ側にこう麺が行ってたらダメで、うん、そうそう前側に行かないといけないってことで、うん、ね、もうね、なんとかソムリエさて麺は生麺かな、うん、ツルツル食感でした。お値段が850円してその嫁さんはメニューの中からアジフライ390円と白いご飯150円をチョイスしたんだけど、お二人さんメニューを見てみて、はい、メニューをまずチェックしましょう、ね、はい、メニュー見てみましょう。たくさんあるね、見てくださいすごいですよ、うんうん、選べる昭和屋定食は5種類の沖縄そばから1つと10種類の単品の中から1つ選んで、それに白いご飯と本日の一品がついて1300円だから、うん、まあ、選び方によっては1500円以上の内容が1300円で食べられるってばよ。お得ですよね、うんうん、でこのお店前までは夕方から居酒屋だけやってたんだけど、何度か行ったことあったんだけど、お昼のランチもスタートしていて気になってたわけさ、うん、行ってよかった、また行きたいと思います。美味しかったです、ごちそうさまでした。場所ですが那覇市の上の真ん中です。那覇市古島フレッシュプラザユニオンマカビ店から、旧の環状2号線に向かってください、うん、途中右側にありますよ。で右側にね、ファミリーマートが見えたら U ターンしてくださいということで、うん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 、はい、いただきました、うん、はい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 、いろいろこの単品もエビだったりチキン南蛮だったり、ね、これ組み合わせていけるってことですよね。美味しそうです本当に、まあ、そうだ、ありがとうございます。あ、ね、私はあれがいいな、サバ塩がいいな、サバ塩いいね、サバ塩行きたいね。さあ、うまごんさんから来てますね、はい、ありがとうございます、しんちゃんみかこんにちは。カレーをオーダーしたら定番のってみかねねに言われたうまごんですそうです、もうこちらカレー9杯目ですお姉さん今後ともよろしくお願いしますいらしてたわけですねそうですそうです、今回うるま市のニューロイヤルさんで沖縄そばをいただきました。よく聞きますねニューロイヤル、入店すると元気いっぱいな複数いらっしゃる女性店員さんが迎えてくれて、食券機で油脂豆そばをチョイス、四方がカウンターになっていて、カウンター中央からお部屋とサービスのもずくをいただける19席のカウンター席とテーブル席が3つあり、うん、カフェみたいな広い店内を見ぐるぐるしていたら油脂豆腐そばがやってきました。前日はお酒をいただいたので朝ごはんも食べてないだけに油脂豆腐そばが体に染み渡ります。ニューロイヤルの油脂豆腐そば850円ごちそうさまでした。他にもロイヤルそば三枚肉早期などもありますよ。場所はうるま市木中沖縄北インターを出てまっすぐ県道36号線をずいぶん走ると右側の赤いのれんが見えてきますよ、うん、座長糸満のカフェおかみスーパーに売ってるあちここの石豆腐食べてみたいなということで、はい、うるま市ですね、うん、全然このなんか道のイメージが私ができないんですけど、す有名なんですよね。でもねニューロイヤルってよくなんか、ね、取り上げられてます ね、 ね、なんか名前の付け方もセンスいいですよね。ニューロイヤルっていうちょっとこの洋風なところでそば食べるっていうのが面白いよね。若い人たちの、ね、経営感覚が面白いですね、うん、はい、じゃあ続いてトマブンさんです。しんちゃんみーかーさんこんにちは。県内一の南部アワー上宮なんかアファーでおなじみトマブンです、はい、いつもあなたのそばに素晴らしい日々、そば131杯目、もう130杯目にっていう、すごいですよね。読谷村にあるユンタンザそばです。肉そば900円とジューシー250円を注文。紅生姜は必要ですかと聞く優しさ、なかなかないですよこの気配りは。赤肉にキャベツ、玉ねぎ、人参、もやし、ネギ、チンゲン菜かな。ジューシーには細かく刻まれたかまぼこも入ってたよ、かまぼこ大使、スープは肉と野菜たちの旨味成分たっぷりで、もう最後まで最高でした、ごちそうさまです、うん、ユンタンザそばの場所は
読谷村フルゲン485-7ゴッパチを北向け、ネーブルカデナを過ぎて曲がって、あとはナーメーメーで調べてね。営業時間は11時から17時、月火定休日、今空いてます。やっぱりそばが好きということで、はい、いただきました。カデナの中道からなんか赤橋渡ったら左側にあったね。うん。そばね。いや、うん、私も多分子供たちが小さい頃何度か行ったことがあると思います。前からありますよね。あると思います。あのね。よくね、読谷行くとき、カデナの途中から抜けていくじゃないですか、ね、はい、そう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 、そのね、そこですよね。そう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 、あ、やっぱり行ったことがあると思います。このおそばの見てからあれ、うん、と思って。すごい赤肉ってほら、うん、だいたい三枚肉、軟骨早期、うんうん、本早期ってありますけど、この赤肉ってなかなかないんじゃない。そうね、これ正式になんていうの。赤肉は小肉、マサ肉ってね、なんていうんだろう、なんだろうな、なんていうな、ね、バラでもない、なんていう。そうなんですよ。そうだよな、私 これ好きです。わかるわかる、うんうん、これ なんかいいよな。はい、三枚肉だけに飽きた時に時々これ、ね、はい、大好きです。わかる。ありがとう。朝入ったら一番いいですね。はい、うち母がよくこれで作ります。はい、はい、略してテッソーです。はい、しんちゃんみか。おお、テッソーさん。那覇祭りの日に松山でチュファーラ飲んださ。でもちゃんと覚えてるよ。たくさんお金使ったさ。同伴です、あなた。はい、この間カフェに来てたんですよ。あ、来てた。そう、はい、その話で盛り上がりました。怒ってなかった？大丈夫だ。うん、でナンバーワンに送るときに写真を撮るけど、食べてみると紹介するほどでもないかな、墓地写真が結構あるのよ。それで、撮った写真見てたら美味しいカレー屋さんの写真があったってば、うん、浦添の実着にあるクルマリネパール食堂カレー、浦添の現場の時にお昼に行きました。2つのカレーが選べるセットを注文しました。基本バターチキンとほうれん草のポークカレーです。緑色のほうれん草ポークカレーが思いのほかうまかったってば、あと、うん、なんが美味しいこと、なんで外国人が作るナンはあんなにもうまいのかね。しんちゃんみーかんもそう思わない？クルマリネパール食堂カレーは、の場所は58を那覇向けに実着交差点を左に曲がって300メーターぐらいの左側にあります、うん、写真はそのカレーセットですということで、ここ僕よく通るんですよ、毎週通る。もう行ったことないの、しんちゃん。ないんですよね、なんかいつもいっぱいしてますね、車が。あ、なんかこの銀色のカップに2種類こう、はい、カレーが入ってて、ナンをつけて食べて、なんかナンがさ、おかわりできるところとかも結構あるじゃないですか、ね、うん、結構皿からはみ出るぐらいでっかいナンで、すごいな。でもナンはナンでいいんだけど、米も食べたくなったりするからちょっと贅沢なんだよね。どっちかも、どっちも選べたらいいけどね。あー、なるほど、うん、どうですか。私はもう、うん、ほら米のやつは日本のカレーさ、はあ、これはもうなんじゃない？なんていうの？こうなんでつけてなんていうの？何何なんていうの？何？それはなんなん？俺は長男だ。藤井風で、俺は長男。藤井風で。藤井風。藤井風ではない。鍵屋で風みたいな。鍵屋で風で。鍵屋で風の後は藤井風です。分かんない。何の話か。いや、もうでも何食べたいな。何の話だろう。はい、どうもありがとうございました。ということで、うん、こんな感じで皆さんがどこどこで食べたあれが美味しいよっていう情報、もし画像もあったら一緒に添付して送ってくれると嬉しいですね。100分一気にしかずで、はいはい、さっきのカレー見てたらもうカレー食べたくてしょうがない。引っ張られるような。私今日今カレー作ってきたんですよ、収録。ああ、本当、じゃあもう思いっきり、じゃあでも楽しみ。でも家のカレーと外カレーは違うじゃないですか、うん、家カレーはちょっとドロドロしたじゃがいもとかこういっぱい具がゴロゴロ入ってるカレーなんですけど、外カレーはちょっとスープカレーとかこういうちょっとペーストになってるカレー食べたくなりますよね。ああ、スパイスカレーがさ、お腹すいた。ゴロゴロもいいけどな。うん、またな、はい、選べるって贅沢。はい、ぜひ皆さんからの美味しい話題、うん、このコーナーでに送ってきてください。以上、給食係でした。では続いてこちらのコーナーです。沖縄製粉プレゼンツ全島モアイの窓、はい、沖縄の伝統的風習モアイは地域友達職場とさまざまな仲間との親睦を深める場として親しまれています、はい、全島モアイの窓ではそんな皆さんのモアイ風景紹介してまいりましょう、うん、さあ今週はこちら、ドゥシドゥタカラさんからいただきました、はい、タカラは、ね、那覇市宝の宝です。ドゥシドゥ、高い低いのでよしね、はい、はい、ドゥシドゥタカラさんからです。タカラさんってドゥシをあげるんですよね、うん、7月に初めてこのコーナーにメールしたドゥシドゥタカラと言います、はい、よく聞きますよね。その説は採用してもらいありがとうございます、はい、
その時にモアイ旅行で WBC を見に行ったり、年に1回家族も入れてペンション泊まりに行ったという話をしましたが、うんうん、先日プール付きのペンションにお泊まりしてきたんですよ。いいね。子供たちもみんなデージな喜んでたし、うん、毎年楽しみにしてるって話を聞いて、来年も絶対やろうやっさって思いました。いい、ね、その時の写真貼るから見てみて、うん、ということで、あ、とても素敵ですね、はい、あ、もう最高じゃない。どんな騒いでもいいさ、この一つの自分たちのあれだから、みんなでコテージ借りてープール付きのね、うん、で子供たちも大人もほらもう、はあ、ほらいろんな人に目にさらされることないから、ないさ、あの私がもう入れる、俺も体型気にしなくていいさ目にさらされることもうどしずたから、俺肥満中の宝だからだからもう全然ね、もう胸毛棒の人でも大丈夫さ、大丈夫ですよ。今でもさ胸毛棒の方も、うん、ラッシュガード着てるさ、ああもうあのそうそうそう、はいはい、だからあんまり目立たないですよね。で脱いだらすごいんですだろ、だからもなんか物足りない私、そうハエとか 2,3 匹死んでる脱いだ物足りないもうそれは海岸歩いてこい一回もなそれはそれでもう肉体美の方にお願いしていただいて物足りないは分からんけど、うんうん、ほら胸毛フェチさ、あ、まあ私言ってた、あのアリンクリン の, あの日賀くんなんかデージだもん、トランザム、トランザム、トランザムになってる、トランザムなんだ、そう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 、あれよく見たらベンツになってるって高級車ってあるの、すごいな、すごいらしいです、ね、羨ましいねこういうなんか時間、はい、もういいですね、子供たちがさ、うん、この小さい時にできることよね、大きくなると一緒についてきてくれないから、あ、ついていけない、あ、俺部活がある、うん、あ、なんで俺霧島部活やめるってよ藤井なるさな俺部活や行くってよみたいになるから、本当にだから羨ましいですね、うん、あ、それちょっともあいの話だと最近あの県外の方がたくさんいる放送局があるんですけれども、はい、もうね、はいはいはい、日本放送協会があるんですけど、はいはいはい、その方々がやっぱなんかいろいろネタも探しつつって、もう俺とも会いすることになって、お7名で初めて座元っていうのをやって、はい、なんかちょっと緊張した、ええ、あ、1回終わったんですか、1回終わったっていうか1回俺が座元だから俺が取って終わってるけど、はい、2回目いつやるかわからんっていうすごい背徳感っていうかもしなかったら俺ただのなんかあのなんか騙してるなんとかサークル、ダメじゃんダメじゃん、まだ始まったばかりだから、ああ、バカですよ、収録の前の日にやっただけだったよ、はいはい、楽しいねってやっぱ分からんから、うん、モアイ帳っての初めて買ってなんか定款みたいなのもね、あ、うん、いいですね、ですね、なんか名前何にするかでまだ決まってないんですけど、うん、日本放送協会なんかゲストとか、なんか、あ、あとあととかまだみんなふわふわしてるわけよ、あ、うん、初めてのモアイだから、初めてのも、え、なんか呼んでください、そうそう、あ、そうそう、ぜひ ね、あの行きたいです、あの方とまた一緒に来てジュジュローズ来たらシカボスな、うん、みたいなぜひ皆さんのこういうじゃあしんちゃんのモアイの話も今度聞かせてくださいね、そうですね、はい、よろしくです、はい、さあ皆さんのモアイの面白話をお待ちしております、うん、モアイこんなメンバーで旅行に行ったよっていうお話だったりとか、はい、こんなメンバーで結成して何年目になりますよなどなど、はい、お待ちしております。今日採用されたドゥシドゥタカラさんには沖縄製粉からウコンにとことんしじみ800個分10本入りをプレゼントいたします。おめでとうございます。またあの楽しいモアイの様子などを、ね、送ってくださいね、タカラさん、はい、はい、まあ、健康のお供に、それから普段のね、お酒のお供になどなど、うん、美容のお供に、はい、ぜひウコトコ皆さん探して飲んでみてくださいね、はい、さあこのコーナー皆さんからのメッセージはこちらでお待ちしています。宛先は南部アットマーク rokina.co.jp までです。以上、沖縄製粉プレゼンツ全島モアイの窓のコーナーでした。さあでは1曲お届けしましょう。渋いな、ゆきな、今日久しぶりにこの曲聴きますよ。すごいな、選曲が、はい、松坂慶子、愛の水中歌。喋ってます、ユニオンですから。このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りします、はいはい、さあフレッシュプラザユニオンの面白情報何でもご紹介するこのコーナー、ね、今週もこの方登場です。はい、こんにちは、今空いてますフレッシュプラザユニオン界隈の国場十字郎です、よろしくお願いしますユニオン界隈ではもう有名ですよね、ユニオン界隈ですよねえ、フロキャン知ってました、フロキャン知ってました、あ、知ってました、
ソロキャンプとかソロキャンじゃないよ、一人キャンセル、一人キャンセル、ソロキャンセル、いいな、面白い面白い、ソロキャンです焼肉屋とかね、え、もう本当若者用語ってね、ほらバイト生も多いじゃないですか、そうだよね、若い子たちとのコミュニケーションも取るしね、あの高校生とかが、うん、あのなんか遊びに行くとき、うん、どうしよう、もうこの後じゃあもう俺風呂キャンで行くよみたいな感じで、要は風呂行かないでもそのまま、あ、そういうことだ、じゃあ風呂入らないで早めに行くさって、あ、それだったら分かるけど、もう中2日風呂キャンってばこれはもうローテーションってばみたいないやいや、そこまでの高校生がいたら、え、風呂壊れてるの、壊れてる入ってから来てねって大谷がホームラン打ったしかお風呂入りませんみたいな年間58回かやわいや、はい、さあ今日ですよ、はい、ちょっとゆんたくんもありますけど、はいはい、3つお知らせがありますので、はい、そうですね、急ぎ足でいきましょう、はい、もう実はもう開催してますからね、放送日には、はい、11月3日ですけど、ね、北海道ウィークを開催しております。いいな北海道、はい、北海道の美味しいお野菜から沖縄ではなかなか手に入らない商品などをユニオンで取り扱って販売している期間にあります、うんうん、ユニオンで北海道、はい、最高だね。そうですそうです、うん、なんか北海道で沖縄、うん、北海道の商品が沖縄で販売されて、ね、いいですよ ね、 ね、いいですよ。でこれが期間がですね、11月2日土曜日から11月8日の金曜日までの、はい、昨日からね始まってるってことね、はい、もう始まってる商品があったりするんで、うん、はい、これミーカーさんに聞きたいです。何でしょう、北海道産、うん、ペコロスって知ってます？うん、玉ねぎのちっちゃいみたいなやつです。おー、さすがですね。そう、そういった商品なども店頭で並んでるんですよ、うん、なかなか、なかなかだって手に入らないですよ、うん、あ、やっぱりそうなんですか、ね、初めて聞いた。だからペコロス、これじゃあスーパーで見たらまた初だね、多分驚くはずね、びっくりするんです。で、聞いたんですよ担当に、はい、ペコロスって何ですかって、なんかめちゃくちゃ謝ってるみたいな野菜な、うん、そうそう、ペコロスすいませんでしたみたいな、十字の違うんだよって 何かなくしたみたいだよな、すごいペコロスってなみたいな謝ってるみたいな野菜、ね、そうそう、大谷ロスみたいな美味しすぎてごめんなさいペコロスって書いてくれる。しんちゃん、これがですね、糖度なんか11度ぐらいあって、えスイカ並みになんか甘いんだ、甘いみたいです。ほらスープの中にちっちゃい玉ねぎが、はい、あ、合いますね、あれです、あれ、あれあれあれじゃないの、2歳児とかじゃないの、俺たちが食べてるのは成人式の、え、俺あると思ってたよ、育つ家庭の、うん、そうただの2歳児を入れてる。だってほら普通のトマトも大玉のトマトもあるし、ミニトマトもあるじゃないですか、うん、だからちょっと品種も違うんですよね。確かにそうだ、もういろんなこんな北海道産のお野菜から、うん、またあの北海道で有名なコンビニのセイコーマートさんの商品などもあったりする、うん、はいはい、面白いんですよここが、うん、要は完熟トマトチューハイとかいろいろ自分たちのブランド扱ってて、うん、前だってさ北海道からなんか牛乳も仕入れてとか、そうそうそう、あとありました、アイスクリームとかもね、はい、セイコーマートが使ってるやつ、うちなんか沖縄でしかはユニオンでしか手に入らない商品を入れてるんですよね、うん、要はあの熊本のなんかチーズとか、ユニバーとか、うん、ヨーグルトとか、それだけは 1000ml だったりするんだ、やっぱり、ね、そうそうですね、お気合964だけどね、はい、うん、でこういったあの非常に珍しい商品、うん、今日なんと三川さんたちに、はい、食べてほしい商品を一つお持ちしました、うんうん、マジですか、はい、まだ来ないってことはもしかしたらスタッフさんが今食べてるかもしれないですね、できてますよねあ、今持ってきます、はい、じゃあ食べれるんだ、その名も、ちなみに何ですか、その名もジンギスカン焼きそばです。今日さ給食係でもなんかジンギスカンの、ね、そうそうですよ、話、うん、来た時にびっくりしたんですよ、繋がった、はい、ああ、ここで繋がってるみたいな、その後に俺たち食べたいねって話までしてたから、そうそう、うん、これちなみにこのジンギスカン風焼きそばはカップ焼きそばなんですけど、うん、はい、沖縄ではユニオンでしか手に入らないです。いや見たことないしね、パッケージ見てるんですけど、はい、どこにも見たことないもんね、ないこれ風だからね、別にそれっぽければいいんだもんね、そうそうそう、北海道の工場で作って、 もちろん地元でこう流通されてるものですもんね、はい、そうそう、沖縄で食べれると、なので北海道民からしたら、うん、まあ、ポピュラーな、うん、もしかしたら、はい、当たり前みたいなね、うん、まあ、そういったものが、はい、沖縄で、うん、の皆さんの手に取っていただけるっていうのは私たちからしても面白いんです。でぜひこれレポートしてほしいね、食べた人ね、うん、そうです、食べたよとかって聞かせてほしいです、うん、あと今日スタジオに、はい、あ、もう出来上がって、いい香りが、 ありがとうございます、いい香りが、もう部屋で風みたいなの持ってきてありがとうございます。じゃあしんちゃん早速いただいてもらっていいですか。大里から持ってきて、早速ちょっと作っていただいて、もう混ぜ混ぜして、あ、もういつもの普通のカップ焼きそばと一緒ですよね。そうですね、なんか、ウホと一緒みたいな、ウホみたいな直読み、ウホ、ウホ、ウニポンみたいな、ウニオンみたいな、もう香りもいいですよ、はい、いいですね。でもジンギスカンの香りはどうですかしんちゃん。あ、
うん、ほのかにしますね。さすが、すごい。そこら辺が風ですね。風ですからね。風ですね。これがダイレクトにしすぎたら、しんちゃんどうぞ召し上がってみてください。これ、あ、本当ですか、大丈夫ですか、いただいていいですか。はい、どうぞ。麺はやっぱうまい、太い、美味しいのあれと一緒な感じも、あれでも細いな。あ、美味しそう。しんちゃんがいい音出してますよ。じゃあ私もいただいていいですか。あ、ぜひぜひ。ありがとうございます。あ、美味しい、美味しい。いただきます。ちょっとほんのり香りがしますね。いただきます。そう、ちょっとピリ辛なところもあるって。あ、あるな。あるよね。ちょっとピリ辛だよな。あ、これぐらいだったら全然美味しい。あ、素敵だな。あ、俺はハマ。美味しいね。これいつもよく食べるような焼きそばの味とも全然違うんだ。違うんだよ。あれソースしてるさ。ちょっとこうお醤油っぽい味もするし、なんだろう。ね、全然食べてる焼きそばと違うんだよ。あ、これ面白いな。いやいや、ありがとうございます。これが今絶賛ユニオンで全店で販売してますので、これ買うな。だ、もうまさしくこの北海道ウィーク。お高いんでしょ。それが、まあ税抜きなんですけど、169円で販売させていただきます。本当やばい、食べてしまいました。北海道行って食べるんだったら、もう飛行機代高いですよね、交通費。大変ですよね。それが169円で沖縄県内で食べれます。いや、最高です。美味しいです。とっても。いや、超美味しいです。どうも。ガチガミしてます。はい、本日はこちらチンギスカン風の香りおまけしてます。CD はつけません。ウェブでもつけません。真似したつもりだったんですけど、途中でやめて、途中でやめたくなってました。本当。これ今一つ目ね。はい、二つ目が。もうこの二つ目がちょっとパッパッパっていくんですけど、まあ11月5日皆さん待ちに待っている方も多かったのではないでしょうか。ユニオンデスカラ牛がまた入荷します。前回も食べ損ねてるんで今回行こうかなと。そうですね。程よい霜降りの赤身で肉質柔らかい、めちゃくちゃ美味しいお肉です。シャトーブリアンとかサーロインとかいろいろな部位がありますので。私前塊買えなかったのよ。塊。なんていうの、あの食べ比べセットみたいなやつ。食べ比べセットですね。だから私は、はい、あの塊買いたいの、あのなんていうシャトーブリアンのステーキとかさ。いいですね。なんか肉の、はい、ニカさん、肉の塊って自分あのワンピースのルフィがいてあまり聞かないですけど塊を食べた肉の塊あるってね。中飛びの塊美味しかった。本当に美味しかったのよ。よっしゃ、ニカさん、今お肉のお話が出ましたね、はいはい、お肉ときたら私たちお魚も強いんですよ。ですね。なんとですね、11月6日には、月に一度の魚屋厳選の匠の寿司祭りが開催しております。ぜひこちらも合わせてお願いいたします。はい、匠の寿司祭り、もうプロの目利きのうちの担当が、もう厳選した食材を握ってお店に出してます。はい、はい、美味しい日が続くね、ずっとね。でも5は肉で、6は魚っていうね、いいですね、ちょっと贅沢で。でその期間中になった北海道ウィークもやってると。ちょっと重ねすぎじゃないか。ジンギスカンもね。ジンギスカン風はこれはあれだから、レトルトだから後でゆっくりでも食べれる。全然でまた沖縄県内ではなかなかお目にかからないお野菜などもいろいろございますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ペコリンだった、ペコリンじゃない、ペコロス、ペコロス。もう皆さん覚えてください、ペコロス。さあ、それではメールも届いております。はい、こちらはイトマンスティングの一寿司さんです。ありがとうございます。先日は十次郎さんにだけお土産を忘れてしまい申し訳ありませんでした。いやいや、とんでもないです、とんでもないです。沖縄滞在5日という短い期間の中、ユニオンの T シャツを着てユニオンに行ってきましたので、めっちゃ嬉しい。写真を添付させていただきます。じゃーん、かっこいいじゃん。じゃじゃーん、いいね、夫婦で。すごいですよ、夫婦でユニオンの T シャツ着てますよ。なんかちょっとしたハリウッド映画みたいな写真。そうだね、うん、かっこいい旦那さんが、ね、安定の安さと品揃え、10年ぶりのユニオンに感動しました。最終日は旦那さんもユニオンの T シャツを着て最後の沖縄そばを満喫して私たち帰りましたよ。ありがとうございます。いや、ハーリー T シャツつけてくれて旦那さんが、はい、いいね。もうあのスティング、ね、イトマンスティングの一寿司さんもほらずっとかっこよくない、サングラスとユニオンの T シャツめっちゃハマってるよね。なんかハリウッドのあのか俳優さんみたいな。そうそう、ね、ユニオン T シャツのモデルになってる人たちの中の一人みたいですね。あれ、で実はユニオンのユニオンでお土産もいろいろゲットして帰られたということ で、 いいですね。一番ありがたいですね。めちゃくちゃ嬉しい。でこうやっていつも紹介されるとユニオンの何かステッカーをプレゼントしてるんですけ ど、 イギリスに送れないもんな。そうです、送れないんですよ。でただ私、イトマンスティングの一寿司さんが、はい、おばさまとミーカフェ心地に来店してくださってたんですよ。余計
ければおばさん経由でお渡ししてもいいでしょうかね、うん、ねもうそうしましょう、とりあえず渡したいですか、ね、そうなんですよ、はい、なのでイトマスティングの内寿司さんもう、うん、番組を聞いて、うん、おばさんの住所をまたメールでお寄せください、うん、すいません申し訳ないお手数ですがよろしくお願いします。じゃあぜひ一言お願いします。はい、最近はスポーツ観戦ばかりで録画したものを夜中に見て寝不足です。十字路です。以上です。現場からは以上でした。、はい、さあこのコーナー皆さんからのいろいろ感想とかユニオンへのリクエストお待ちしております。南部アットマーク rokina.co.jp まで送ってください。今喋ってますユニオンですから。このコーナーはフレッシュプラザユニオンの提供でお送りしました。十字路ありがとうございます。ペコロス。さあそれではラストのコーナー刑事係参りましょう。町のあれこれ面白看板見つけたなどなど皆さんからイベントのお知らせなども合わせてね、うん、お待ちしております、はい。こちらはミンチユさんからいただきましたね。ミンチユさん、しんちゃん、はい、ミンチユさんです、はい、どうも。しんちゃんみーかさんこんにちは。はい、どうしました、ヘッドホンがおかしいことになってます。本当になんかあれだな、その地球に厳しい会社だなこっちは。あ、優しい会社だな。、ね、ナンバーワンにメールするのは初めてのミンチユと申します。ミンチユ、はい、ミカさんには以前バルーンで何度かメールをしていました。明るい声が大好きで元気を分けてもらってますよ、はい、嬉しい、ありがとう。でしんちゃんさん、はい、先日緊張祭りで休憩中なのにお話をさせていただきました。おうおう、ありがとうございます。金のスタッフに間違われたのは爆笑でしたけど、うん、番組は時間帯で聞けるのもまちまちではありますが、はい、タイミングが合えばまたメールさせてください。ありがたいね、放送も楽しみに聞いてますというミンチユさん。ラジオ聞いてるって言ってくれてね、後ろの方 で、その前にはあの金のトイレどこねって言われて、あ、スタッフ T シャツだったから、はい、右に行って左に行って、もうそのままずっと5キロぐらい歩いてくださいって。さあ、ギノワザソンでやってくださいみたいな。ミンチューさん、ありがとうございます。また、はい、今日初めてのメールということなので、うん、またメッセージお寄せください。お願いしますね。はい、じゃ続いてもう一個いきましょう。はい、帰ってきたシャバドゥンさんですね、はい。早速ですが、うちの嫁さんがオムライスを作ってる時、うん、必ずケチャップで顔みたいにするんだけど、はい、この間作ってくれたオムライス、なんか鼻血垂らしてるみたいだったっけ。ミカ、これって俺何か言いたいのかなと。これはもう最後の残りプシッ、最後のプシプシ語じゃないの。可愛くない、顔を描くってさ、可愛い。皆さん一瞬ですよ、はい、一瞬なんかトラっていう感じもしない。トラトラトラ、トラには見えないんですよ。はい、すいませんでした。なんかトラジロー、なんかキャラクターがあってさ、シマジロのこと、シマジローか、トラジロトラジロはトラさんやし、トラさんやしって、あ、生まれも育ちも葛飾芝又また生は車、生はトラジローとさくらみたいな感じでトラジロー、トラジローにシマジローです。おじさんや、シマジローやし、一瞬単身退学するみたいな、もうあれですかね、もしくはしなすよっていうこと、メッセージとして、そう、メッセージとしてちょっと裏テーマがあったら、うん、すなす、すなすでね、かもしれないですね、すなすよ、しなすを腹ぶっか、腹ぶっかしますよ。書く時間くらりさやみたいな、ね、いや可愛いですよ、ちゃんとこうやって顔を描くってさ、うん、私最近もう子供がちっちゃい時は子供たちにもやったり名前書いたりとかハート書いたりとかしましたけど、うん、最近オムライスも作ってないし、あ、そうか、オムライスってくるむ時が大変そうだし、なんかこういうのやってあげてないなと思って、まあもうどうする、いや、ある日旦那にハートとかやって、旦那ドキドキしろじゃなくて、なんか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 、何か変わっていけんかみたいな。何か変わっていけんかって。俺風邪ひいてるかとかもう。俺痛風か、俺尿酸値高いかとか言う。7.5 くらいあるかみたいな。もうどんどん自分から自供してくるかもしれない。かわいいね。うん、どうもありがとうございました。いや、夫婦仲がいいでいいじゃないですか。はい。はい、もう時間ない。もう一個だけ言っていいですか。トマブンさんからです。本当にですっていうので来てるんですけど、うん、これ、あ、紙、あの、貼り紙があるんですよね、はい。家庭からの持ち込みゴミはやめてください。これは常識です。うん、本当にそうですという。確かにね、もう今もうそうなね、捨てるところもなくなって、だからなんかゴミ箱がなくなってるとか結構あるんですよね。賛否なんだよね。そうなんですよ。はい、はい、どうもありがとうございました。また来週も皆さんの街のあれこれ、いろんな情報を教えてください。以上、刑事係のコーナーでした。南部アワー、この放送は沖縄唯一低温殺菌牛乳の宮平乳業、食卓に彩りをお漬物の菜園、
ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、美味しくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りいたしました。はいはい、さあ今日も採用された方の中から抽選で、春戦一歩のペアランチ券のプレゼントがあります。はい、こちらは発送をもって発表に返させていただきますね。はい、よろしくです。今日もたくさんのご参加皆さんありがとうございます。はい、ではそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。はい、しんちゃん今日は予定は？この後ですか？うん、何する？僕は掃除します。草刈りもします。そうそう、そう草刈り、そうそう草刈りですね、そうそう草っていう私ももういろいろこう片付けしなきゃいけないな、ね、美香さんお忙しいですから ね休まんとね、うん、ナンバーワン、うん、お相手は玉城美香と、はい、しんちゃん津波真一と国場十次郎と穂川さんと足峰さんと牧師さんでした。日賀さんも、日賀さんも誰かな、日賀さんまた来週ね、バイバイ。ハエバル町観光大使のただのあきのりがお送りする超ローカルに徹したバラエティ番組、ただのあきのりのハエバルパンパン。皆さん知ってましたか、この与那覇に浦島太郎のお墓がある。ラジオ沖縄公式ポッドキャストにて配信中。火山がやばい、やばい。